漢方納得相談のコーナーです。このコーナーでは漢方とはどのようなものなのか、漢方薬について詳しくお伝えしていきます。はい、紹介してくださるのは一心堂薬局の小木秀幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて小木先生、はい、今日のテーマは何でしょうか。はい、今日のテーマはですね、冷えから来る疾患についてちょっとお話しさせていただきたいんですね。まあ、確かにね、この時期ですよ、はい、この時期特に増えそうですよね。そうですね。どんなのがあるんですか。はい、ちょっとですねこちらをご覧いただきたいと思うんですが、まず冷えから来る主な疾患といいますと痛み関係ですよね。まずはやはり、まあ、座骨神経痛、リュウマチ、腰痛、膝痛、あと五十肩、四十肩、はい、頭痛で、あとですね、まあ、痔、生理痛、まあ、脊柱管狭窄症、まあ、こういうふうな疾患がですね、まあこの時期、まあ、増えてきますんで。なるほど、こうやってもあれですね、どの疾患もこう普通に生活をしていく中で症状が出てくるやつじゃないですか。はい、これはストレス溜まりますよね。そうですね、はい、で今日はですね、先ほどの中からのですね、はいはい、座骨神経痛、リュウマチ、これについてちょっとお話しさせていただきたいと思うんですね。なるほど、はいはい、でまずこの座骨神経痛というのはどういうふうな病気かと言いますとですね、はい、まず腰からこう足にかけてこう伸びているこの座骨神経、うんうん、まあ、これが何らかの原因によってですね、うんうん、圧迫されたり刺激されたり、うんうん、まあ、それによってまあ痛み、しびれが起こすわけなんですけども。なるほど、はい、これ原因となるものってのは一体どういうことなんでしょうね。はい、まずこちらをご覧いただきたいんですけども、はいはい、まず腰椎、まあ、椎間板ヘルニア、うん、はい、こちらであるとかですね、まあ、変形性、まあ、脊柱症、うん、あと脊椎カリエツ、まあ、こういうふうなその脊椎にですね関係する、まあ、疾患が原因となってるんですね。なるほど。症状としましてはですね、やはりお尻、あと太もも、ふくらはぎ、まあ、足にかけてのですね、この鋭いこう痛みだとか、しびれ、締め付け感、まあ、こういうふうな症状を訴える方が多いんですね。なるほど、はい。それでは座骨神経痛の症例と改善例を紹介していただきましょう。はい、お願いします。はい、了解しました。こちらの方はですね、まあ、先月初め頃からその座骨神経痛でという、まあ、ご相談の方なんですね。うんうんうん、でこの方自覚症状としましてはですね、まずお尻の下からこのふくらはぎにかけてその痛みやしびれが走ると、うんうん、はい、で何とも言えない、まあ、鈍痛、まあ、この方の場合は鈍痛が走るっていうんですね。はい、で温めたりなんかしますとですね、多少いいんですね、カイロだとかお風呂で温めるといいんですけど、完全ではないと。はい、で肩から首にかけて凝るということと、あと腰からですね下が冷えやすいんですね。はい、で特に末端が冷えるということで、冬場はですね、まあ、靴下をこう二重に履いたりなんかすることも、まあ、してるという方なんです。であとこの方は糖尿病で、まあ、治療中でということで、まあ、ご相談時には糖尿病の薬と、あと、まあ、うちの解凍紅茶をですね前々から飲んでいただいているという方の症例なんですね。うん、なるほど。はい、おすすめの漢方は何でしょうか。はい、こちらの方にはですね、鼠径滑血湯というお薬を服用していただいたんですね。鼠径滑血湯、これは、はい、でこれはですね、血の流れを良くしながらこの、腰痛だとか座骨神経痛によく使われる、まあ、処方の一つなんですね。なるほど。はい、どういった改善をされたんでしょうか。はい、まず服用しまして1ヶ月経った時点なんですけど、まず肩こりが楽になってきたんですね。うんうんうん、で3ヶ月経過した時点ではですね、腰の重い感じが取れてきまして、痛みやしびれが軽くなってきたということをおっしゃられたんです。うんうん、はい、で5ヶ月経った時点ではですね、足先のこの冷えやその太もものこの裏の部分ですね、うん、そしてまたふくらはぎにかけての、まあ、鈍痛、これも気にならなくなってきたと。はい、で8ヶ月経った時点ではですね、まあ、ご友人とアウトドアに行けるほど、まあ、調子が良くなったという方の症例なんですね。なるほど。はい、うん、はい、さあそれでは今回はもう一つリュウマチについてもお話しいただきます。はい、これ先生ね、はい、リュウマチって、はい、具体的にどういったものなんですか。はい、このリュウマチっていうのはですね、免疫異常によってこの全身のこの関節がこう痛んだりとか、うん、まあ、場合によってはこう熱が出たり、はい、で腫れたりする、まあ、疾患なわけなんですね。はい、でこのリュウマチは特にこの気温の変化にですね影響されるんで、この冬場が症状が強くなったりすることがあるということで。はい、これリュウマチの自覚症状ってのはどういうことがあるんですか。はい、
ちょっとこちらをご覧いただきたいんですけども、まず自覚症状としましては、この指の関節の痛み、腫れ、変形ですよね。はい、よくこう指がこうね、第一関節曲がってる方いらっしゃるんですけども、はい、あと手足の関節のこわばりですよね。うん、で動きが悪い、あとピリピリとですね、痺れるように痛むという方もいらっしゃいます。であと、体がだるくてですね、疲れやすい、まあこういうふうな症状もですね、リウマチの方の自覚症状なんですね。はい、それではこのようにリウマチでお悩みの方の症例と改善例をご紹介いただきます。はい、お願いします。はい、でこちらの方はですね、10年以上前からこのリウマチでお悩みの方の症例なんです。でこの方の自覚症状をご紹介しますと、まず両手のですね、指先がこう変形してですね、痛んだり腫れたりすると。で特にですね、痛むときは熱感があるというふうなことをおっしゃられたんですね。であと肩、肘、こういうふうな部分もですね、痛むことがあると、痛みがこう体中こう移動するということをおっしゃられたんですね。で頭が重くてですね、肩が凝りやすい。であとこの方は体質的にですね、腎臓が弱くてですね、検診なんかでよく尿にですね、タンパクが出やすいということもおっしゃられてました。なるほど。でこの方はステロイド剤と鎮痛剤を病院の方からいただいているということもおっしゃられた方なんですね。はい、おすすめの漢方は何でしょうか。はい、こちらのですね、エッピカ術糖というお薬を服用していただいたんです。こちらはこちらのエッピカ術糖なんですけども、炎症性が強くてですね、熱性のもの、熱性のリウマチによく使われる処方の一つなんですね。なるほど。はい、どういった改善をされたんでしょうか。はい、服用しまして2ヶ月経った時点でのコメントがですね、痛みが少し楽になってきた感じがすると、はい、して肩こりも楽になったということをおっしゃってました。で4ヶ月経過した時点ではですね、最近はこう痛むことがほとんどなくなってですね、気分的にも楽になったと。で頭痛感、肩こりで悩まなくなったというのが4ヶ月後のコメントなんですね。で7ヶ月経過した時点ではですね、指先が腫れたり痛んだすることはなくなった、胃腸の調子も良くなったんです。はい、で11ヶ月経った時点ではですね、肩、肘、背中の痛み、この移動する痛みもなくなったという方の症例なんですね。なるほど。はい、いずれにしても両方の症状もあるんですけど、痛いっていうのは本当にもうストレスですよね。そうですね、やっぱりそういうのがね、緩和されて本当に良かったなと思いますね。そうですね。はい、今回紹介した漢方薬は体質や症状に合わせた漢方で一例になりますのでご注意ください。それでは一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局では様々な症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎、免疫力低下によって起こる症状から慢性病の食事相談まで受け付けています。一心堂薬局は漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。また一心堂オリジナル商品として、各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で7店舗あります。大宮店は氷川神社入り口交差点前、そごう大宮店は大宮駅西口そごう大宮地下1階の食品館内です。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横、所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢支店向かいです。新宿店は新宿高島屋正面入り口前、立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局手前となっています。さらに現在自宅で受けられるオンライン相談も行っています。詳しくは一心堂薬局で検索をお願いいたします。そしてこのコーナーの最後には一心堂のおすすめ商品を紹介しています。さあ、大木先生、今日は何でしょう。はい、今週はですね、
今週もですね、高低茶をですねご紹介させていただきたいと思います。お、はい、今週も高低茶、これは何か意味があるんですか。はい、いつもは飲み方の分であれですが、今日はうがいの仕方でですね、この高低茶をですねご紹介させていただきたいと思います。なるほど、はい、なるほど、はい、でこの高低茶の中には12種類の生薬が入ってまして、はい、この中の甘草という生薬がですね喉の炎症を抑えてくれるんですね。ですから人を一つまみですねつまんで外用として寄せておいたその高低茶にですね、入れていただいて外出後ガラガラというふうな形でうがいをしていただくと、立派なそのうがい薬にもなる、外用としても使えるということで。なるほど、はい、じゃあ作り置きしといたやつにこう塩をちょっとつまんでバラッと入れて、はいはい、でガラガラガラッバって、そうですね、それで、そうなんです。おお、まあ、飲んでもうまいんですけど ね、 そうですね、飲んでもよし、概要としてこの時期うがい薬としてもよしということで。なるほど、ご紹介させていただきました。そうか、はい、お試しください。ありがとうございます。ここまで一心堂薬局の小木秀幸さんにお話を伺いました。小木さん、ありがとうございました。